ごきげんよう、山口あゆきです。今日はタイトルにもある通り、あらわしの歌を歌いたいと思います。久しぶりの戦時歌謡曲ということでお待たせいたしました。この曲は昭和15年に発表された曲で、作詞作曲されたのが東達三さんという方です。とてもかっこいいこの曲なんですけど、今回4番まで歌わさせていただこうかなと思っています。歌詞の中に赤トンボっていうのが出てくるんですけど、当時の海軍練習機旧三式中間練習機っていう機体があったんですけど、まあ、その機体と陸軍の9号式1型練習機っていうのがありまして、色が橙色の、まあ、オレンジっぽい赤トンボみたいな色をされていたそうです。で、もともとは銀色の練習機だったそうなんですけど、自分たちの飛行機にこれは練習機だよっていうのを知ってもらうために、まあ、銀色の機体にこう橙色の色を塗って赤トンボというふうに呼ばれていたそうです。そしてタイトルにありますように、あらわしの歌のあらわしなんですけど、こちらは当時の乗組員の方々を表していたそうです。最後はこの練習機もですね、特攻として繰り出されてしまうわけなんですけど、私の思いとしては一人一人の大切な命がそうして儚く散っていったっていう、そうしなければ国を守れなかったっていう事実をしっかり受け止めながら、こういった先人の方々の思いを無駄にすることなく、私はこういった曲を受け継いで皆さんに伝えていきたいなと思っております。二度と戦争が起きないように、そんな思いを込めてこの曲を歌わさせていただきたいと思います。知っている方がいればぜひ一緒に歌ってください。丸乗り組は